というわけで、今回の私スカーレットの配信ではメイド服姿でオムライスを作ってみました。お楽しみいただけましたか？ありがとう、優しいご主人様たちですね。次はどんなコスプレがいいかしら。リクエストあったらどんどんコメントしてね。あら、早速リクエストが来たわね。最近話題のバーチャルシンガー一星ルミナさんのコスプレをお願いしますか。いろんなコスプレをしてきたけれど、バーチャルシンガーは手を出してこなかったわね。というのも、手を出したらハマっちゃうのが分かりきってるから。見えている落とし穴に突っ込んでいくようなもの、そしてその先は底なしにも、一度ハマれば抜け出せない。ルミナちゃんは個人でやっていて、まだそんなにコラボもしてないから履修しやすいよ。確かにコスプレ界隈でもバーチャルな存在は注目されているし、もはや必修科目なのかもしれないわね。ついに足を踏み入れる時が来たということね。それじゃあ次の配信、ルミナちゃんのコスプレで決まり。今日は宣言通り一星ルミナちゃんのコスプレをしています。どうですか？ルミナちゃんは宇宙から来たアイドルということなので、宇宙をイメージしたカクテルを作っていくわね。お察しの方もいらっしゃると思いますが、え、私スカーレット、完全に一星ルミナちゃんにハマりました。僕いいわね。見た目は幼いけれど幅広い知識を持っていて、落ち着いた喋りも魅力的だわ。ゲームの腕前も相当なものね。そしてなんといってもやっぱりバーチャルシンガーなだけあって、あの歌声、皆さんはルミナちゃん好き？いっぱいコメント来てるわね。私も好き、歌唱力やばい。お名前、ルミナさんからのコメント。いや、僕のコスプレをしているのを察知してきたよ。え、これって本人登場？まさかね。小規模な配信までチェックするなんて。宇宙アイドルのレーダーはどんな小さな愛の波動もキャッチできるのさ。なんだかコメントがすごく本物っぽいわね。あ、またコメントが。証拠にメールを送るよ。通話でつないでコラボしないか。本当にメールが来た。通話用の連絡先もあるし、本物ってこと？まさかこんなことになるなんて思ってなかったけど、こんな機会を逃すわけにはいかない。やるしかないわね。というわけで急展開、ルミナちゃんと突発コラボです。やあ、こんなに銀河に輝く一等星、宇宙アイドル一星ルミナだ。コスプレしてくれてありがとう。私スカーレットがカクテルとそれに合うおつまみを作る配信なんだけど、カクテルのおつまみにルミナちゃんの好きなものを作るわ。食べたいものか。そうだな、僕はわたあめを食べたいぞ。ふわふわで星雲を思い出すんだ。わたあめ、おつまみとしては意外なチョイスね。
可愛らしいけど、今から家で作るにはちょっと難しいかも。ああ、困らせてすまない。気にしないでくれ。また次の配信までに用意させてもらうわね。ありがとう。君はいい人だね。そんなことないわ。結局食べるのも私だし、また来てくれたら私も視聴者に嬉しいわ。おもてなしの精神にあふれているな。素敵だ。ありがとう。さてと、そんなこんなで宇宙カプセル完成よ。この神秘的な深い青、冥王星を思い出すね。綺麗だ。みんなもグラスを持ったかしら。それでは